皆さんこんにちは。あっちゃん先生と旅する金子みすゞの世界第44回。あっという間に12月になってしまいましたね。今年は秋をあまり感じられない年だったように思います。今年は暖冬っていうふうに言われてるんですけども、暖冬の年に限って雪がドカーンと降ったりするので皆さん気をつけてくださいね。山の葉っぱもハラハラと落ち葉がいっぱい溜まっていますので、今日は落ち葉の絡んだ詩をいくつか紹介していきたいなと思っています。まずはじめに紹介したい詩は噴水の亀。ともきくん、ゆうとくん、たかひろさん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。噴水の亀。お宮の池の噴水は水を吹かなくなりました。水を吹かない亀の子は空を見上げて寂しそう。濁った池の水の上、落ち葉がそっと散りました。噴水の亀。お宮の池の噴水は水を吹かなくなりました。水を吹かない亀の子は空を見上げて寂しそう。濁った池の水の上、落ち葉がさっと散りました。噴水の亀。お宮の池の噴水は水を吹かなくなりました。水を吹かない亀の子は空を見上げて寂しそう。濁った池の水の上、落ち葉がそっと散りました。噴水の亀。お宮の池の噴水は水を吹かなくなりました。水を吹かない亀の子は空を見上げて寂しそう。濁った池の水の上、落ち葉がそっと散りました。なんかね、落ち葉の出てくる詩ってなんか寒くなり始めた時期なので、少し物寂しいようなものが多かったりしますよね。では次の詩です。今度はちょっと可愛らしい詩になりますかね。同じ落ち葉でもなんかこう自慢をしているような詩でございます。それではコマドリの都を、ともきくん、ゆうとくん、かつみさん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。コマドリの都。林の中のコマドリさん、林は外れの音ばかり。都見物いかがです？夜は明かりが花のよう。活動写真も見られます。都から来たお嬢さん、私の都はいかがです？数えきれない木のお家、夜はお星が花のよう。落ち葉のダンスも見られます。コマドリの都。林の中のコマドリさん、林は外れの音ばかり。都見物いかがです？夜は明かりが花のよう。活動写真も見られます。都から来たお嬢さん、私の都はいかがです？数えきれない木のお家、夜は星が花のよう。落ち葉のダンスも見られます。コマドリの都。林の中のコマドリさん、林は外れの音ばかり。都見物いかがです？夜は明かりが花のよう。活動写真も見られます。都から来たお嬢さん、私の都はいかがです？数えきれない木のお家、夜はお星が花のよう。落ち葉のダンスも見られます。
コマドリの都。林の中のコマドリさん、林は外れの音ばかり。都見物いかがです？夜は明かりが花のよう。活動写真も見られます。都から来たお嬢さん、私の都はいかがです？数えきれない木のおうち。夜はお星が花のよう。落ち葉のダンスも見られます。なんか自慢してますよね。風に吹かれて落ち葉がこう舞っているのをダンスに例える。なんか可愛らしい、とても素敵な詩ですよね。さて続きましては、金魚のお墓。ゆうとくん、まーちゃん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。金魚の墓。暗い寂しい土の中、金魚は何を見つめてる？夏のお池の藻の花と揺れる光の幻を。静かな静かな土の中、金魚は何を聞いている？そっと落ち葉の上を行く夜のしぐれの足音を。冷たい冷たい土の中、金魚は何を思ってる？金魚屋の荷の中にいた昔の昔の友達を。金魚のお墓。暗い寂しい土の中、金魚は何を見つめてる？夏のお池の藻の花と揺れる光の幻を。静かな静かな土の中、金魚は何を聞いている？そっと落ち葉の上を行く夜のしぐれの足音を。冷たい冷たい土の中、金魚は何を思ってる？金魚屋の荷の中にいた昔の昔の友達を。金魚のお墓。暗い寂しい土の中、金魚は何を見つめてる？夏のお池の藻の花と揺れる光の幻を。静かな静かな土の中、金魚は何を聞いている？そっと落ち葉の上を行く夜のしぐれの足音を。冷たい冷たい土の中、金魚は何を思ってる？金魚屋の荷の中にいた昔の昔の友達を。なんかこの詩はなんかちょっと寂しい感じがありますよね。それではここでこの詩に山崎宏さんが曲をつけたものを、テノール山崎宏、ソプラノ沼田秀美さんでお送りいたします。寂しい土の中、金魚は何を見つめてる？夏の池の藻の花と揺れる光の幻。静かな静かな土
土の中、金魚は何を聞いている。そっと落ち葉の上を行く。夜のしぐれの足音。情景が目に浮かんでくるようでしたね。さあ、次に紹介する詩は落ち葉のカルタ。かつみさん、まーちゃん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。落ち葉のカルタ。山道に散ったカルタは何の札？金と赤との落ち葉の札に、虫食い流の筆の跡。山道に散ったカルタは、誰が読む？黒い小鳥が黒い尾を跳ねて、チチッ、チチッ、と鳴いている。山道に散ったカルタは誰が取る？上山ならぬこの山風がさっと一度にさらってく。落ち葉のカルタ。山道に散ったカルタは何の札？金と赤との落ち葉の札に虫食い流の筆の跡。山道に散ったカルタは誰が読む？黒い小鳥が黒い尾を跳ねて、チチッチチッと鳴いている。山道に散ったカルタは誰が取る？むべ山ならぬこの山風がさっと一度にさらってく。落ち葉のカルタ。山道に散ったカルタは何の札？金と赤との落ち葉の札に、虫食い流の筆の跡。山道に散ったカルタは誰が読む？黒い小鳥が黒いを跳ねて、チチッチチッと鳴いている。山道に散ったカルタは誰が取る？むべ山ならぬこの山風がさっと一度にさらってく。山風がね、落ち葉のカルタをスーッと持ってっちゃう。なんか素敵なシーンですよね。さあ、そして
落ち葉の出てくる詩の中で、もうこれ以前からね、私が好きだ好きだって言ってる楽隊が出てくる詩なんですね。まあ、みすゞさんがね、本当に楽隊が好きなんですよね。さあ、どんな展開になるんでしょうか。克己さん、マッキー、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。落ち葉。オセドニャは落ち葉がいっぱいだ。誰も知らないそのうちに、こっそり吐いておきましょうか。一人でしようと思ったら、一人で嬉しくなってきた。さらりと一吐き吐いたとき、表に楽隊やってきた。後でと駆け出して、通りの角までついてった。そして、帰ってみたときにゃ、誰か、きれいに吐いていた。落ち葉、残らず捨てていた。落ち葉。オセドニャ落ち葉がいっぱいだ。誰も知らないそのうちに、こっそり吐いておきましょうか。一人でしようと思ったら、一人で嬉しくなってきた。さらりと一吐き吐いたとき、表に楽隊やってきた。後でと駆け出して、通りの角までついてった。そして、帰ってみたときにゃ、誰かきれいに吐いていた。落ち葉、残らず捨てていた。落ち葉。オセドニャ、落ち葉がいっぱいだ。誰も知らないそのうちに、こっそり吐いておきましょうか。一人でしようと思ったら、一人で嬉しくなってきた。さらりと一吐き吐いたとき、表に楽隊やってきた。後でと駆け出して、通りの角までついてった。そして、帰ってみたときには、誰かきれいに吐いていた。落ち葉残らず捨てていた。この詩は本当ドラマチックですよね。落ち葉がいっぱいだから、よし、これを吐いて、こっそり吐いておいたら、あれ、これ誰がしてくれたんだろうな。ま、もしかしたら、え、やってくれたの、ありがとう、なんて言われるんじゃないかなんて思って、ワクワクしながらお手伝いしてたんですけども、もうそれ以上に気になっちゃう楽隊が来ちゃったもんでね、まあ、ちょっとこの続きは後でと思って、ツツツッと見に行って、ああ楽隊楽しかったって帰ってみたら、もう誰かが入って片付けちゃってるんですね。自分が一生懸命やろうと思ったのに、逆に、あ、もうやりっぱなしで、もういつもあの子は、なんて悪い方に見られてんじゃないかなと思うと、かわいそうで仕方がないですね。はい、私この詩本当大好きです。そして次に紹介したいのは坂向けっていう詩です。これ特にね、季節を限定してるわけでもないんですけれども、やっぱりちょっと乾燥しだすと坂向けってできやすいですよね。なので秋から冬のイメージで私はちょっと読んでみました。それでは坂向けをマッキー、まーちゃん、あっちゃん先生の朗読でお聞きください。坂向け。舐めても吸ってもまだ痛む。
紅差し指の逆向けよ。思い出す、思い出す。いつだか姉やに聞いたこと。指に逆向けできる子は、親の言うこと聞かぬ子よ。おとつい拗ねて泣いたっけ。昨日もお使いしなかった。母さんに謝りゃ治ろうか。逆向け。舐めても吸ってもまだ痛む。紅差し指の逆向けよ。思い出す、思い出す。いつだか姉やに聞いたこと。指に逆向けできる子は、親の言うこと聞かぬ子よ。おとつい拗ねて泣いたっけ。昨日もお使いしなかった。母さんに謝りゃ治ろうか。逆向け。舐めても吸ってもまだ痛む。紅差し指の逆向けよ。思い出す、思い出す。いつだか姉やに聞いたこと。指に逆向けできる子は、親の言うこと聞かぬ子よ。おとつい拗ねて泣いたっけ。昨日もお使いしなかった。母さんに謝りゃ治ろうか。逆向けができたのを日頃の行いのせいにしちゃう、なんか美鈴さんらしいですね。それでは今日最後の詩の紹介です。クジラ捕り。あっちゃん先生の朗読の後、吉岡茂美さんの歌でお聴きください。クジラ捕り。海の鳴る夜は冬の夜は、栗を焼き焼き聞きました。昔々のクジラ捕り。ここのこの海、静ヶ浦。海は荒海、時は冬。風に狂うは雪の花。雪と飛び交う森の縄。岩も小石も紫の。常は水さえ紫の。岸さえ明けに染むという。熱い土寺の風ねぎで、船の三好に見て立って、クジラ呼ばればたちまちに、パッと脱ぎ捨てすっぱだか、逆まく波に踊り込む。昔、昔の漁師たち、聞いてる胸も踊ります。今はクジラはもう寄らぬ。裏は貧乏になりました。海はなります。冬のよう。お話し済むと気がつくと。Oh, no.
あっちゃん先生と旅する金子みすゞの世界第44回、いかがだったですか？この番組では感想等を募集しております。メールアドレス、ローマ字小文字でみすゞの世界@gmail.com、 あるいは旧ツイッター現 X、 ハッシュタグにみすゞの世界とつけてつぶやいていただいても結構です。またこんな詩を読んでもらいたい、あるいは私も詩を読んでみたといったものをメールアドレス宛てに送っていただいても結構です。ぜひよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。